オロシザメは、オロシザメ科に属するサメの一種。生態はほとんど分かっていない。日本近海海域で生息が確認されている。最大で64.5センチメートルに達し、体色は安価主色で、皮膚は非常に荒い。北半球の太平洋でどうかのサメは本種しかいない。稀に底引き毛などで混獲されるが、IUCN は気球種としている。 日本の魚類学者、矢野和成らによって、静岡県の戸田村の郷土造船資料館の展示物であった個体をもとに記載された。この個体は、駿河湾戸田沖水深225から270メートルの底引き網漁によって得られた。1985年に、日本魚類学会の学会誌、日本魚類学雑誌32に発表された。 タイプ標本の個体が日本から得られ元気採算地となったため、オキシノティス・ジャポニカスと名付けられた。温帯性の機種のため正確な分布は不明。駿河湾からの報告が多く、最初に記載された個体の他に、矢野和成らが2002年に駿河湾及び沿州どで捉えられた 50.5cm から 64.5cm の6個体を、元に本種を再記載している。 駿河湾では他に2011年4月18日に伊豆半島西岸沖で捕獲された個体と久能山沖で得られた個体が神奈川県立生命の星地球博物館に標本として所蔵されている。また後述する沼津市の水族館参館が2021年までに6個体を捕獲、飼育展示した記録がある。相模湾からの記録もあり、 1995年と2006年に、江ノ島沖水深300メートルで捕獲された個体は、ミュージアムパーク、茨城県自然博物館が標本として所蔵している。2008年には、沖縄県伊東沖の底差し網で56.1センチメートル、960グラムのメスが捕獲されている。また、茨城県大洗町でも漁獲されたことがある。2016年には、 北海道大学名誉教授、中谷和弘らにより、台湾からの捕獲記録が、標本に基づき報告されているほか、暫定的に、インドネシアのスラウェシ島からも記録されている。第一、背びれトゲは後方にわずかに傾き、第二背びれのトゲ先端から第二、背びれ先端までの高さは、トゲ先端から背びれ規定までの垂直高の約2倍であることから、南おろしざめ。 カリビアンラフシャーク、アンギュラーラフシャークの3種類と区別できる。また、噴水口が卵型で、第2背びれ規定の1.3倍が第1背びれと第2背びれの間の長さになることから、セールフィンラフシャークと区別できる。他のサメよりも縦鱗が荒く、おろし金のようになっており、本種の和名はこのような特徴から付けられている。また、 大きな花を持つ顔つきがタヌキに似ていたため、おろしたヌキといったワ名も候補に上がっていた。捕獲例が少なく、2014年に、駿河湾で、水深250メートルから、底引き物に入り、生きたまま上がった個体が10例目であろうと言われている。そのため、詳しい生態が分かっていない。2014年に、沼津港深海水族館で飼育された際は、どのエサにも、興味を示さず、 9日後に死亡したため何を食べているかも分かっていない。メスは少なくとも59センチメートル以上で生成熟することが分かっている。底引き毛で時折混濁されるが捕獲例が少ないため IUCN は情報不足としている。深海に生息している上捕獲数が少ないことから水族館での飼育例は以下に示す数件程度。2011年3月20日に 泉都市パラダイスで体長約5 0トルの個体が搬入され、1週間ほど飼育された。2014年3月2日に沼津港深海水族館に搬入された個体を9日間飼育した。また、同水族館では2016年4月16日にも搬入され1週間ほど飼育された。2017年3月11日にも6 3トルの メスが同水族館に搬入され、同月26日まで飼育された。2018年11月21日には、淡島マ,マリンパークのバックヤードに運ばれ、同年11月24日まで飼育されていた。同館では2021年3月11日に、搬入された個体が、同年3月12日から3月19日まで、飼育展示、3月20日まで、バックヤードで、 計9日間飼育、同年4月14日から展示水槽にて飼育がなされている。ありがとうございます。